手の近藤真彦さんが県庁を訪問し、日田市のサーキットで明日から開催されるレースを PR しました。知事の一言でですね、全員のドライバーがエンジンかける。いかがですか？近藤さんは佐藤知事と面会し、明日から日田市のオートポリスで開催される全日本スーパーフォーミュラ選手権の魅力を語りました。全日本スーパーフォーミュラ選手権は12チーム22人のドライバーがシリーズチャンピオンを目指して全国を転戦する国内最高峰のフォーミュラレースです。大会には近藤さんも自身のチームを結成し監督として参加します。テレビではですね、タイヤ変えたりとか。そうですね、とにかく日本で一番迫力のあるレース、日本で一番見応えのあるレースだと思っていただいて間違いないので、ぜひぜひサーキットの方に足を運んでいただきたいなと思って、今日ここに来させていただきました。はい、オートポリスでは明日の予選に続き、あさって決勝が行われ、くまモンが登場するステージなども楽しめます。